レミントンランドはアメリカの事務機器製造企業でありタイプライターやメインフレームのユニバックシリーズの製造元としてよく知られている。19世紀前半に創業したレミントンアームズから成長し事務機器、電気紙ソリなど様々な製品を製造販売するコングロマリットとなった。1911年ニューヨークに建設された20階建ての超高層ビルは レミントンランドビルディングと呼ばれ、本社として使われていた。1867年、ミルウォーキー校修税官のクリストファー・ショールズはタイプライターを作ることを思い立った。彼はいくつかの特許を取り、これを商売とするために出資者を募って製品化を進めた。これを製造する工場を探してたどり着いたのが、当時、消火器やミシンを製造していたイーレミントンサンズ社である。 1874年、最初のレミントン製タイプライターが売り出された。このタイプライターは当時としては、画期的なタイプ速度を実現していて、その秘密は、クワーティ配列の発明にあった。1886年、E. レミントンサンズ社は、タイプライター部門を分離し、ウィック・オフ・シーマンズベネディクト社に売却して、レミントンスタンダードタイプライター社とした。 1890年には、レミントンタイプライター社は、年間2万台のタイプライターを製造する大企業に成長している。一方、1898年、銀行員だったジェームズ・ランドシニアは、オフィスの書類整理を簡単にする、ファイリングシステムを考案し、ランド社を設立した。この会社のファイルシステムは、すぐさま大企業のファイルシステム市場を独占した。 1908年には、ランド社はアメリカ全土に支店を持つ大企業に成長し、息子のジェームズ・ランド・ジュニアが始めたカードを使った記録保管システムも大成功を収める。1915年、ジュニアは独立してカーデックス社を設立し、1920年には海外にまで支店を持つ企業に育て上げた。1925年、父の引退を機に、 両社は合併してランドカーデックス社となった。パンチカードによって統計情報を集計するタビュレーティングマシンは後に IBM の一部となった TMC 社が最初である。TMC 社はアメリカ合衆国統計局を顧客としていた。しかし局長が交代すると TMC 社は取引を打ち切られ代わりに統計局は ジェームズ・パワーズという技師を1907年に雇って、タブレーティングマシンの改良をさせた。このパワーズが後に、TMC 社のライバルとなる、パワーズ会計記者を1911年に設立して、後の1927年にスペリランドに吸収された。1943年から1964年まで、本社として使われた建物。マンハッタ計画を指揮したレズリグロブスが、 この時期の研究開発部門を指揮していた。レミントンランド製の M1911A1、拳銃1927年、ランドカーデックス社は、事務機器の総合企業となる決意を固め、次々と事務機器メーカーを買収していった。その中に、パワーズ会計記社とレミントンタイプライター社があり、最終的に社名を、レミントンランド社と変更した。 ジェームズ・ランド・ジュニアは1958年まで社長を務めた。1942年から1945年まで、レミントン・ランドはアメリカ陸軍で使われた M1911A1、拳銃を製造した。戦時中の生産量は、レミントン・ランド社が一番多かったという。1950年、エニアックを作った技術者の会社エカートも送り、コンピュータ社を買収し、 1951年に統計局に最初のユニバックアイを納入した。1952年にはエンジニアリングリサーチアソシエーツを買収している。レミントンランドはアメリカ有数のコンピュータ企業へと成長していった。1952年にはアメリカ軍の将軍で GHQ 最高司令官であったダグラス・マッカーサーが会長として迎えられた。 レミントンランドは1955年にスペリー社と合併しスペリーランド社となる。スペリー社は1986年にバローズ社に吸収合併されユニシス社となった。もともと E レミントンサンズ社で製造されていたレミントンタイプライターは世界で初めてクワーティ配列のキーボードを採用している。これはショールズの設計を イーレミントンサンズ社のジェファーソン・ムーディー、クローとウィリアム・マッケンドリー・ジェングが改良し、それをショールズが再改良したものである。最初に発売された機種は、ショールズグリデンタイプライターと呼ばれ、大文字のみ印字可能だった。レミントンランドとなってからもタイプライターの製造販売を継続している。ユニバック・アイは、アメリカ合衆国発の商用コンピュータである。 エニアック開発で知られるジョン・プレスパー・エッカートとジョン・モークリーが設計した。設計は彼らが創業したエッカート・モークリーコンピュータで始められ、同社をレミントンランドが買収した。後継機が登場するまでは単にザ・ユニバックと呼ばれていた。最初のユニバックは1951年3月31日にアメリカ合衆国国勢調査局に納入されて6月14日から、 運用開始された。5号機はアメリカ原子力委員会向けに製造されたが、CBS が1952年、アメリカ合衆国大統領選挙の開票予想に使用し1%のサンプルからアイゼンハワーの勝利を予想して帰中させた。それに先立つ1949年、レミントンラント409というプラグボードでプログラミングするタビレティングマシンを設計しているが、 これは1952年にユニバク60として製品化された。レミントンランドはまた電気シェーバーも製造していた。1937年から製造販売をしていたが、1979年には企業家ビクター・キアムに同部門を売却し、キアムはこれをレミントンプロダクツとして独立させた。レミントンプロダクツは2003年に 電池製造で知られるレイオバックに売却された。レイオバックは今では、スペクトラムブランズの傘下にある。リチャード・イーツの1961年の小説、家族の終わりに、に、レミントン・ランドと同社の本社ビルが、ノックス CEO およびノックスビルディングとして登場している。ランド・ガーデックス社は1921年、ニューヨーク州トナウンナを本拠地とする、 アメリカンフットボールのチームとなわんだカーデックスのスポンサーとなった。同年 NFL に参加したがリーグメンバーとして一試合戦っただけでチームが解散となった。ありがとうございます。